アン、アメリカンワイヤーゲージ -9 は、アメリカ合衆国のヒューズエアクラフトが開発した、レーダー。本機は、アメリカ合衆国海軍の F-111B に、搭載するために開発された前、天候型マルチモード X バンドの、パルスドップラーレーダーである。F-111B が不採用となったため F-14? へ流用された。アメリカンワイヤーゲージ -9 は、 コヒーレント型、パルス、ドップラーレーダー方式とモノパルス方式を組み合わせたもので、ルックダウン能力、シュートダウン能力を持ち RCS が1、平方メートルの機体を約 207km より探知でき、当時としては最高の探知距離を持っていた。また、24機の空中目標を同時追尾でき、AIM-54 フェニックスを使用することで、 うち6機を同時に攻撃可能。この長距離多目標同時攻撃能力は、戦闘機としては F-14 が初めて実用化したものである。アメリカンワイヤーゲージ -9 には、インテル8088ビットマイクロプロセッサが採用されており、これにより8ビットのプログラムで制御されている。また、アン、アメリカンワイヤーゲージ -9 には、戦闘機間、 データリンクであるとディールが組み込まれており、とディール C に参加することができる。リンク 4C はリンク 4A の発展型で、当時使用されていたソラ空のデータリンクとしては最大容量のものであった。APG-71 は1980年代に F-14D に搭載された型で完全デジタル式となっている。これは、 F-15E に搭載されている案 APG-70 の技術をフィードバックし、いくつかの部品を共用とした複合版で小型軽量化している。これにより目標識別能力や対、電子妨害能力が向上し、処理も高速化した。探知範囲は 370km に拡大している。これに伴い、フェニックスミサイルも改良されたものが搭載されるようになった。 また、この方からジャティズが組み込まれており、トディール J に参加することができる。アン、APG シリーズレイタス、ハットシステムそのものは 740km の範囲が可能であるが、アンテナ設計の限界から不可能となっている。ありがとうございます。